日の起源作品32はジャンシベリウスが作曲したカンタータ。初演は1902年4月9日、作曲者自身の指揮によって国立ヘルシンキ劇場のコケラ落とし公演として行われた。曲は1910年に改訂されている。本作の着想はフィンランドの民族女子,子カレワラから得られたものである。 曲の元となったスケッチの一部の日付は1893年、1894年にまで遡る。バリトン、男性合唱と還元学のために書かれた本作は、読者者が物語の最初の部分を語るところから開始する。彼原の土地は闇に包まれていた。ボホヨラの娘が太陽と月を手中に収め、さらに彼原の家から火を盗み取ってしまったからである。 神々の蝶であるウッコがそれらの行方を探るも虚しい結果に終わる。第二の部分では速度が増して合唱が物語を受け持つ。その中でウッコは新たに火を創造して大気の娘に託すが彼女はそれを落としてしまう。アンドルー・バーネットは次のように述べている。この彼らのテクストに対して偶話的解釈を当てはめるのはたやすいだろう。 ロシア統治下にあったフィンランドは終わることのない闇を経験していたと言っても良いフィンランドの人々が、うっこにらって新たな光を探し出すには十分な理由である。ありがとうございます。